こんにちは、豊橋ゆたかです。今回は前回の動画で組み立てた TT-02B を走らせてみたいと思います。仕様については前回の動画をご覧ください。それでは始めます。あれ？なんか遅い？私の感覚が研ぎ澄まされすぎて、スローに見えるのか？いや、実際に遅い。TT-03 と比べてもスピードが遅くて、ちょっと物足りないので、これは何とかしたいと思います。車種の中に小石がいっぱい入っています。TT-03 よりも小石の侵入量は多いです。元がツーリングカーの車種なのでしょうがないかもしれませんが、これもなんとかしたいです。まずは手っ取り早くギア比を変えてみたいと思います。モーターのピニオンギアをノーマルの 17G から波数の多いものに交換するので分解していきます。アンチウェアグリスを塗った部分に砂がついていますので除去しておきます。ピニオンギアの波数に合わせてモーターの取り付け位置を変更します。モーターの紙にアンチウェアグリスを塗るように説明書に書いてあったので塗りましたが、ここに塗って何か意味あるのでしょうか。砂がいっぱいつくのでできれば塗りたくないのですが、詳しい方教えてください。今回はこれを使います。 TT-02B はギアピッチが06モジュールなので間違えないようにしてください。ノーマルは 17T だったので減速比は 10.705 でした。遅いはずです。今回は 20T を使いますので減速比は 9.1 になります。これでギア比的には TT-03 と同じくらいになるはずです。説明書には 20T 以上は使わないように書いてありますので、多分大丈夫だと思いますが、ピニオンに限らず改造や調整は自己責任でお願いします。組み立てるときに部品の接合面の砂を取り除いてください。できました。小石がこんなに入っていました。多分フロントタイヤが巻き上げた小石が、ボディと車身の間から入ってくるんだと思います。この隙間をスポンジテープで埋めてみます。貼り付け面を脱脂します。これを使います。ホームセンターで一番柔らかい隙間テープを買ってきました。
貼り付けていきます。車両右側は出っ張りがあるので後で切り取ります。車両左側はまっすぐなので貼りやすいです。この部分をボディの形に合わせて斜めにカットします。ボディを乗せてみます。これでだいたい隙間は埋まったので走らせてみます。お速くなった。やっぱりこれくらいスピードが出ないと楽しくありません。GT03 は 2WD でしたが、GT02D は 4WD なので、コーナリング時もぐいぐい前に進みますね。GT03 よりも思った通りに動かせます。GT03 はスライドをコントロールするのが楽しかったですが、GT02D はとにかく行きたい方向にハンドルを切れば、そっちに進んでくれる感じです。私のようなビギナーは 2WD でもっと練習した方が良い気もしますが、やっぱり 4WD の方が走破性が高いので、バーベキュー行った時の河原や砂浜でスタックしにくいと思います。隙間テープの効果を見てみます。小石の侵入はこんな感じになりました。量は減っていますが、もっと少なくしたいです。いかがでしたでしょうか。走った感じバランスは良かったですが、次回はいくつか気になる点を改良していきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。